周りが助けてくれるとかそんなことは一切なくて、毎日が戦いだなっていうところが本音です。チラシ巻かなくてもスケジュールがほぼほぼ埋まるなっていうイメージではあるんですよ。お客様からね、暑い中ありがとうねって言われながらね、お金をいただける。本日はですね、家工房ウェブセミナーにご参加いただきまして、本当にどうもありがとうございます。私、株式会社ひとしけ、上手開発を担当しております、平松と申します。本日はよろしくお願いいたします。本日はですね、家工房の現役オーナーさん、お二人お招きいただきまして、フリートークの形式でですね、約1時間、いろんなお話をしていただきます。ぜひですね、ご検討いただいている皆さん、オーナーさんのお話を聞いていただいて、今後のご検討に役立てていただけるとありがたいのかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。本日2名のオーナーさんお招きしております。それぞれ新人のオーナーさん、それから中堅のオーナーさんですね、代表いたしましてご紹介させていただきます。お一方、新人オーナーさん代表されまして、上尾中町店の青木オーナーさんですね。青木オーナー、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、それからもう一方ですね、中堅オーナーさん代表されまして、笠山町店の佐藤オーナーさんになります。佐藤本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは自己紹介の方ですね。上尾中町店の青木オーナーさん、ぜひよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。家工房上尾中町店の青木と申します。私のエリアは埼玉県のですね、上尾市というところ、埼玉市大宮区の少し北側の方ですね。開業したのが今年の4月の5日開業で、だいたい5ヶ月ところです。はですね。自営官をしておりまして、定年退官し、この仕事を始めました。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあもう一方ですね、笠屋八店の佐藤オーナーさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。家工房の笠屋町店を運営させていただいております佐藤誠と申します。よろしくお願いいたします。エリアがですね、福岡県、笠屋郡笠屋町、福岡市のちょっと田舎の方にはなるんですけども、福岡市には近いのかなっていう感じのエリアになっております。開業が2020年の12月で、今21ヶ月運営させていただいております。前職は会社員をさせていただいておりまして、今家工房さんの方にお世話になっているということですね。はい、ありがとうございます。はい、ぜひお二方ですね、いろんなお話あられるかと思いますけれども、自由にですね、お話いただいて結構でございますんで、それではこれからフリートークの方を始めさせていただきますが、全体で3部構成になっております。まず一つ目はですね、本日ご視聴いただいております、多くのお客様と同じところまで振り返っていただいて、なんで家工房にご興味いただいたのかな、あるいは説明会ご参加された後、どういう心境で加盟されたのかな、そんなところをですね、振り返っていただけるといいのかなと思います。でそれが終わりましたら、今度ですね、加盟いただいた後に今現在に至る状況、それから心境をお話をいただければと思います。そして最後に今現在を踏まえてですね、今後の展望、それからビジョン、そんなところをお話しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは青木オーナー、当時をちょっと振り返っていただいて、当時のお話聞かせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、先ほど自己紹介の方でも言いました通り、私前職自衛官ということで、自衛官というのはかっこよく言えば国に貢献する仕事であったわけですけども、振り返ってですね、自分の育った地元であまりですね仕事をしていない、地元に対してですね何の貢献もできていないなと。最後というのはあれですけど、2度目の人生で何か地元に少しでも貢献できることってないのかなっていうことで、いろいろ探してこの家工房に巡り合った。どうですか、ご不安とかなかったですか？もう不安はものすごい不安でしたやっぱりですね、ましてや個人事業主ということで、そういった経験が全くない中でですね、今までサラリーマンじゃないですけど、全て組織の中でいろいろですねやってもらって、後ろ盾があった中で活動してきたところですが、個人事業主ということで、自分でですね全てやらなければいけない。もちろん不安はものすごい不安がありました。そうですよね。私も説明会の方担当させていただいておりますけどね、多くの方方がいろんな背景を抱えて、説明会ご参加いただきます。実際どうですかね、開業されてみると。そうですね、これはやっぱり自分でどうそれをビジョンというか、自分が事業をどう取り組んでいくかというところだとは思うんですけど、正直私はもう忙しくて忙しくて休みが3日しか取れてないです。かしこまりました。そうしましたら、じゃあ、佐藤オーナーですね、当時振り返ってですね、ちょっとお話を聞かせていただけたらなと思いますんで、お勤めをされてる中でなんで独立したいなと思われたんですかね。僕が40過ぎで一度ちょっと転職をしまして、必死にやってたんですけども、帰るのが気づいたら9時とか10時とか夜のですね。で、子供たちももう寝ちゃってるとか、子供がまだちょっと小さいもんですから、それで全くうちの時間が取れなくて、お休みはいただけるんですけども、どうしてもその夜遅くまでとかいうのがあって、これはちょっと何か考えた方が、こんなに夜遅くまで働くんだったらもう自分で何かをした方がいいんじゃないかなって思い始めた時に、ちょっといろいろ調べて、で家工房さんと出会ったっていう感じですかね。ありがとうございます。ぶっちゃけで結構なんですけども、フランチャイズのイメージってパトーナーからするとどんな感じでした？そうですね、フランチャイズもいろんなフランチャイズがありますので、調べてたらあんまりよろしくないところもあるよというのも聞いてましたし、でただフランチャイズの場合、何をしても結局自分がしないといけないので、ですね。だからもしフランチャイズ、家工房さんの方でお世話になって失敗したら自分の責任だなとは思ってますので、きちっとフォローとかもすごい早いので、そこら辺は全く僕は開業前もあんまり不安にならず、現在に至っております。ありがとうございます。やっぱりこの業界いるとね、いろんな他社さんのお話も聞きます。参考までにね、ちょっとお話しさせていただきたいなと思うんです。今現在日本でなんか1500社ぐらいフランチャイズの会社さんがあるってことだという話聞いております。で、私がよく説明会で言ってるのは、例えば1500台の車がですね、皆さんの目の前に止まってると考えてください。本当に安い車からもう誰もが知ってらっしゃるような車。当然費用もかかるものから本当に安いものまでありますけども、どの車にもエンジンがないんですね。エンジンがないです。じゃあエンジンって何なんですかっていうと、加盟いただく皆さんってことになりますね。ですからどの車を選んでいただいても結構ですけども、エンジンをしっかりと回していただいてですね、その車の持っているポテンシャルを発揮していただければですね、いいのかなと、ちょっと私のちょっと感想的なお話挟んじゃって申し訳なかったんですけども。そしたら、じゃあこの後ですね、実際に加盟を決断されて今日に至るまで、現在の状況あるいは心境とかですね、お話を聞かせていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。それでは青木オーナー、開業されて5ヶ月経過した今現在なんですけども、ご状況とかご心境いかがでしょうか？開業する前はやはり今お話聞かれてる方が皆さん思ってると思うんですけど、本当に開業して仕事が来るのか売り上げが上がるのかなっていう不安は相当あると思いますし、私も本当にそれで開業直前まで本当に不安で、で実際開業して、スーパーバイザーさんが3日間来ていただいて、暮らしの効果というか反響というかですね、そんなに数字的には思ったほど多くはないというのが実は本音です。1ヶ月を通してそのチラシの効果っていうのがじんわりと続いてるっていうのが正なのかなと。チラシを希望配ったらすぐその日に30件電話来たとか、そういう爆発的な反響は、正直なかったんですけど、だいたい今月通してですね30件ぐらいのご依頼をいただいているような状況ですので、非常にいい反響かなというところであります。あ、そうですか。かしこまりました。どうでしょう、現場のお話ちょっと聞かせていただきたいんですけども、実際に現場は出られてですね、こんなところはイメージ通りでかなとか、あるいはこんなところはちょっとイメージと違ったかな、そんな話がありましたらお話聞かせていただきたいんですけども。そうですね、イメージ通りというのはもうやっぱり全て自己責任でやるんだなっていうのが正直強く感じてるところです。周りが助けてくれるとかそんなことは一切なくて、もう全て自分の責任においてやってると、そういうところは非常に厳しい毎日が戦いだなというところが本音です。なるほど、ありがとうございます。どうでしょう、やっぱりお客様高齢者さんね、おじいちゃんおばあちゃんってことになるかと思うんですけども、ありがとうとかって言われながらお仕事ってされてますか？そうですね、もうものすごいです。正直本当にやっぱりチラシを見てこの人にちょっと頼んでみようって言って頼んできてくださる方がほとんどで、まあ、初めて出会ってファーストコンタクトでこいつになら頼んでも大丈夫なのかなって思っていただけてるみたいで、非常に好感を持っていただいてるなっていうのは自分で感じますし、多くの方が本当にありがとうとか助かったよとかまた頼むねとかそうやって言っていただけるので非常に充実しております。本当にお客様からね、暑い中ありがとうねって言われながらね、もちろん商売なんで切ることではないですけど、お金をいただける、こういう仕事ってちょっとある意味珍しいですよね。すごい醍醐味だと思います。素晴らしいですね。思いました。ありがとうございます。まあそうしたね、地域のお客様に少しずつこう認知されて、これまで約5ヶ月経過されたわけですけど、売上的なお話ちょっと聞いちゃってよろしいですかね。北田さんも結構早くからついていただいて、だいたい今2桁後半から3桁ぐらいの収入につながってますね。はい、素晴らしいですね。わかりました。本当にね、どうもありがとうございます。では、佐藤アナ、お待たせいたしました。開業いただきまして、現在に至るまでですね、心境とか状況等をちょっとお話聞かせていただけるとありがたいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。開業したのが2020年の12月なんですけども、もう年末の仕事っていうのはもう他の業者さんが大体決まってるんですよ。で、まあ、売上的にはまあ少しっていうスタートで、でまあ僕はその時期にいろいろ商工会に行ったりとか、あと仲間の方を探したりとか、自分一人で全部できるわけではないですから、特殊なことをできる方たちにずっと挨拶を入れて、でそれから大丈夫かなって思いながら3月4月っていう風になっていったんですけども、3月4月から徐々になんか来てるなっていうのがあって、実は7月になるとどうしようかっていう話になって、そのどうしようかっていうのは抱えてる仕事が30件、新規で来たのが30件で60件ちょっと回らないといけないぞこれはっていう話になってて、どうしようかって言いながら、まあバタ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 と過ごして、でまあ7月8月9月で気づいたらもう現在に至るっていう感じなんですけども、僕の店舗の方は剪定とか草刈りが特化してるもんですから、その仕事を覚えると、リピーター様がやっぱついてくるんですよね。そうですね。はい、だから、年間で2回必ず剪定したいっていうお客様がいらっしゃるので、まあそれが5月なり6月なりして、まあ、11月12月ですよっていう話をして、でそれを、1年間だけで、まあ、10件以上、いただいてまして。っていうのがもうどんどん重なっていくと、まあ、10年後チラシ巻かなくてもスケジュールがほぼほぼ埋まるなっていうイメージではあるんですよ今の感じではですね。なるほどね。はい、そうですよね。ある意味この家工房は、まあ、最初でこそ新規のお客様を追っかけていきますが、オーナーさんがおっしゃる通りにですね、リピーターさんっていうのがついてくるわけですよね。まあ来年もねっていう話は絶対いただくので、まあそういう勉強もするし、でまあ僕はそういう経験もあったので、草を取った時にたまたまその実は屋根がおかしいんだよっていう相談をいただいて、でまあそこで屋根がおかしいならちょっと見ましょうかっていうお仕事をいただいたりとか、どん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 仕事が増えていって、仲間が増えていって、あなたが窓口なら私はするとか言っていただいたりもするので、まあそういった感じでお客様が増えているっていうことですかね。ありがとうございます。売上的なお話なんですけども、もしよろしければどのくらいいってらっしゃるような感じなんですかね。平均、まあ今開業してから今年入って平均がまあ3桁はいってる感じで、工期が重なったりしたりするとそこで一気にこう売り上げがドーンと重なって伸びたりするんですけども、まあそういうのもあって、まあおかげさまで来年もなんとかなるそうだなっていうのを目標に、でまたさらに利益を粗利をどういうふうに増やすか、どういうふうに運営していくかっていうのを考えながらやってますね。ありがとうございます。佐藤アナ、どうもありがとうございました。いい、ありがとうございます。それでは最後の第3部ですね。どうでしょう、青木オーナー、まあ現状を踏まえてですね、今後の展望とかビジョンなんかをお話しいただけるといいのかな。今日ご視聴いただいております検討者様にですね、なんかメッセージとかありましたらお願いできればと思いますけれども。はい、そうですね、今後のビジョンとしてっていうところでは2つあるんですけど、はい、まずはですね、今一つのエリアでやらせていただいてるんですけど、はい、1年のサイクルを見てその後ですねエリア拡大というところをちょっと考えていこうかなと。店長を自衛官の体感者、そういうふうな形でちょっとエリア拡大をしていきたいなと、まあ、自衛官の定年体感者を雇用していきたいなというふうに考えております。まあ、幸いなことに私のエリアは金棒エリアがオーナーが結構開業をしていただいていて、非常に仲良く協力しながらやらせていただいて、あくまでも一人でできることっていうのは非常に限られていて、先ほど佐藤オーナーも言われたように仲間っていうのはすごく大事で大切ですので、まあ、今大きな施工については金棒オーナーをできるだけ呼んで一緒にやるようにスケジュール、また終わったらですね打ち上げということで、ね、知り合いの居酒屋で打ち上げするようにしてですね親睦を深めております。必ず仲間というのを意識しながらやっていきたいなと思って、ありがとうございます。もしよろしかったらですね、こう加盟どうしようかなと思われてる皆さんに対して何かメッセージか何かありましたら一言お願いできればと思いますけれども。はい、まだ開業して5ヶ月ですのでそんな偉そうなこと言える立場ではないんですが、チラシの反響というのはお年寄りの方が非常に多いです。まあ、そのお年寄りの方っていうのは今まで若い時は自分でできてたんだけど亡くなったとか脚立に乗れないから怖いからやってもらいたい、そんなような依頼もすごく多くて、我々は工務店でもなければ大職人でもないと、いろいろオールマイティに手助けをできる人間、あなたの役に立ちますよっていうところでやっていくのが、まあ、私としてはいいのかなと思ってやっておりますので、心構えとしてそういったお年寄りの手助けになるんだっていう、そういう仕事で本当に自分が取り組んでいけるのかどうか、それを今一度考えてほしいなと思います。はい、ありがとうございます。佐藤が同じ質問になりますけれども、現在の状況を踏まえてですね、今後の展望、それからビジョン、そして、今ご検討されている皆様に何かメッセージとかございましたらよろしくお願いしたいと思います。まあ、もう少し僕もやれることを増やして、お客様の対応をもっと早くできて、今から開業するとなると、まあ、多分いろんな方がいらっしゃるので、実はもう工務店だよとかハウスクリーニングやってて他の事業もやりたいっていう方もいらっしゃったり、まあ、今サラリーマンで特殊な会社にいたんだよとかいう方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、そういうのは必ずどこかで生きてくるので、やるからにはまあ自分の決意でやらないといけないんですけど、まあ、家族に相談して、家族に地域で覚えてもらうような、店舗にするからということで、頑張っていければなと思いますので、まあ、皆さんも検討されてる方も地域に感謝しながら仕事をされると絶対うまくいくと思いますので。はいありがとうございます。ね、本当にお二人のオーナー、長時間になりましたけど、どうもありがとうございました。最後にですね、私の方から一言ね、ご視聴いただいている皆様に、まあ、本日の御礼も含めて、お話をさせていただきたいなと思います。説明会している中で、時折質問いただくことがあります。ライバルってどうなんですかねって質問いただくことあります。で、私は必ずこういうふうにお答えしております。敵も味方も外にはいないんです。皆さんの中にいるんですよ。特にですね、多くの方々がどうしようかなって思われてる不安。これは皆さんの頭の中にあります。で、考えれば考えるほどその不安って大きくなってくるんですよね。でも一方で、どうでしょう。やってみたいな、やってやるぞという熱い思い、これは皆さんの心の中にあるかと思います。どうか不安に押しつぶされることなくですね、ご自分の心を信じて、力強く一歩を踏み出していただけるとありがたいのかな。そうしましたら、私ども本部全体でですね、皆様のサポートを全力でさせていただきたいと思っております。本日は長くなりましたけど、お二人のオーナー、本当にご協力いただきまして、どうもありがとうございました。本当に皆さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。一件二件、そういえばテレビ出てたよね、みたいなのはあったような気がする。本部には怒られるかもしれないですけど、細く長くかみさんと食っていけるだけ稼げればいいかなっていう、